ブルダックポックンミョン試してみました。一番辛いと言われる黒いパッケージです。死ぬほど辛い、日本のラーメンでは味わえない厳しい辛さです。中の火薬とスープを取り除き、熱湯を線まで入れて4分経ったら熱湯を捨てます。火薬とソースを入れてよく混ぜます。今回はアレンジとしてとろけるチーズと温泉卵、乾燥パセリとブラックペッパーを振りました。とろけるチーズと温泉卵を入れて少しマイルドになったはず。すごい辛い。一口食べただけでも口の中がしびれます。たくさん水を飲みながらいただきました。鼻水は出るわ、口の中はヒリヒリするわで、すごく辛いんですが、なぜかやみつきの美味しさでした。